始まりました柳仁和です。今日はちょっとメジャーリーグ、まあ今な大谷君ホームランキング独走中でございます。下柳の柳仁和、今ねいろいろあのジャッジ疑惑のこういう目線のやつ怪しいやろ、だってバッターボックス立っててピッチャー投げようとしてるときにベンチ見るかな、まあいいんだけど、まあいいんだけど、大谷君は今トップです。で毎年彼は6月が調子いいんだよね。で4月ぐ3月それから4月に開幕して、だいたい4月もいいんだよ。でちょっと5月で成績落ちるんだけど、やっぱ開幕して1ヶ月ぐらいでちょっとまあ疲れを感じるところに入っていくんやろうけど、それで6月に入ってやっぱ疲れて、一回疲れて体の力が抜けて無駄な動きをせんくなるのかな。それでバッティングがものすごい調子良くなってるし、自分で打ってリラックスして投げればあのスピードやし、そうそう打たれることはないと思うから、あとはスイーパーの投げすぎ注意かな。スライダーの大きな今流行りのスイーパーっていうボールがあるんだけど、あれだけはちょっと投げ方を変えなきゃいけないから、横振りみたいに回して投げない、投げるからこうってすごい曲がるんだけど、もう大谷君の普通のスライダーとあれ多投してこピッチングの調子があんまり良くないんじゃないかなと思うんだけどね。普通のスライダーカットでいいのではないでしょうか。それいっぱい投げてちょっと出だしは勝ったんだけど、フォアボール四球の多さっていうのはそのスイーパー投げすぎの影響があるんじゃないのかなと勝手に下柳は思っております。それを少し減らしてみてもいいのかなっていう気はします。ね、スイーパーが 40% も、これ投げすぎやと思うよねスイーパー。そう、その分ね、これシンカーって書いてあるけど、これツーシームやんな。ツーシームってほとんどまっすぐと同じ振りやから、この 20% を 40% を 10% ぐらい減らして、このシンカーの方に回してシンカーを 19% にした方が、右バッターやったらこう曲がるスイーパーばっかり、スイーパー、スライダー、カーブ、フォークっていうのもどっちかっていうとこう下に落ちるだけだけど、そのツーシーム、シンカーっていうのをまっすぐと同じ腕の振りでこっちに体の方に入ってくるボールやから、これちょっとだけ増やすとこっちに逃げていくスイーパーをそこまで狙われなくなってくるから、このツーシームを 10% 増やそう。大谷君これね、スイーパーが 40% って投げすぎやわ。でカットボールが 13%、 スライダーも 0.1 っていらないよスイーパーこんなに。だからシンカー 10% 増やして、スイーパー 10% 減らして、このスライダーが 5% ぐらいにしていけば、このスイーパーでこう横のベース幅を使うことはできるか ら、 だから逆にこのツーシームを入れ出すと、このスライダーがもっと遠くになるから、スイーパーと同じ働きをしてくれるはずやから、スライダーの投げ方ってまっすぐとあんま変わらんから、その分こっちのツーシームを増やしてスイーパーを減らす、そしたら結局同じぐらいのベース の、 あの横幅はバッターはそれぐらいの意識してくるはずやから、でツーシームを増やすと今度このスピリットっていうのがだいたいまっすぐ落ちるだけじゃなくて、だいたいシュート回転しながら落ちるから、ツーシームとスピリットの見分けがね、なかなかしづらくなるから、よりスプリットで空振りを取れるはずやから、そうした方が
肘のこう横振りの肘の負担も減るし、コントロールが今より落ち着いてもっと勝てると思うんだけど、スイーパーだけ気になるんだよね。この重さがちょっとだけ減らして、ツーシームシンカーに回しましょう。そしたらもっと、もうシンカーなんてもう真ん中狙ってまっすぐと同じに感覚で投げれば、もうアメリカのボールやしゲーって曲がるから、ここだけやな。そしたらもっとフォアボールが減れば必然的に勝ちは増えてくると思うから、いかがでしょうか。でね、あとね、藤波、あの今アスレチックスの勝ち頭やねん。この運、強運っていうのは利用しない手はないよ。チームトップやで。ありえないけど普通では。でもね、もうちょっと抑えれるよ、ちょっとでも抑えるようになったらもっと勝てる可能性があるってことやから、あんだけ打たれてても一回ポッて抑えたらもうすぐ勝たしてくれるんやから、藤波がもうちょっと頑張れば勝ち星ガンガン伸びていくんじゃねえかな。こっからは本領発揮で、まあしかしメジャーリーガーって160のまっすぐでも打つもんな。日本へとまあそうそうホームランって考えづらいところやけど、外国人打つから、本当に俺が昔権藤さんに言われたみたいに、ベースの幅を外さずに上か下かに変化させておけば、それやったら手出してくれるから、なんとか頑張ってもっといい成績上げて、来年も契約してもらえるようにね。でメジャーリーグってトップの選手とやっぱ30何球団もあるから、やっぱまあそうでもない選手っていうのもおるから、そうでもないところで余計なフォアボールを出さない。やっぱ3、4番っていうのはすごい選手がおるから、その後ろ7、8、9から1、2、3につながれない、その7、8、9をしっかり抑えれるように、そこまで打つやつはおらんから頑張ってほしいなと。もうさ、いろいろ言われて大変やろうけど、まあアメリカ行ってもな、藤波英語わからんやろし、何言われてるからわからんから言いやるけど、通訳、余計なこと通訳すんなよ。昔ね、これ、あの日ハムの時か、これ通訳大活躍のことがあって、右中間か左中間に打たれた打球をセンターやってた外野手が、あの外国人がこうゆっくり追いかけてたのよ。ゆっくり、まあまあ肌から見たらゆっくり追いかけてるように見えたのよ。だから外野守備コーチがバッて言って、なんでお前ちゃんともっと追っかけねえんだみたいなことをこう言ってたわけよ。で通訳がおるやん。で通訳が、まあ俺の知る限りでは全然そのコーチが言ってるのと違う英語を訳してんのよ。え？と思って聞いたら、その外国人の性格上、その褒められた方が伸びるから、その外野守備コーチはもっとしっかり追いかけろみたいなことを言ってるんやけど、その通訳は、お、今まで通り外野のボール一生懸命追っかけてくれって通訳したんや。そしたら、まあ、外国の選手やけど悪い気はせんから、まず次の打球一生懸命追っかけるわけよ。それはね、通訳の大ファインプレーやなと思って、わあすげえなーって。こういう訳し方でこう選手が乗っていけるというか、そう手抜きせずにプレーするようになるんやなと思って感心した。ああ通訳これいい仕事してるなって。